チャピンチャンネルは予定を変更してお送りいたします。ん？何ですかそれ。本当は今日はみんな大好きガチャピン体操をお送りする予定だったのですが、そんなことをしている場合ではありません。だから何なんですかそれ。あのそれにガチャピン体操なんてありましたっけ。とにかく今日はなんとスペシャルゲストをお迎えしてお送りするんです。イエーイ。そうなんですか。私は初耳なんですけど。ということで早速お迎えしましょう。誰か。この方です。どうぞ。どうもガチャピン。若きバンドボーカルのスザンヌ優子です。ありがとうございます。ママちゃんお座りください。はい、ありがとうございます。ムック大興奮でございます。いや、まさかまさかお会いできるなんて。ムック大きいですね。そうなんです、よく言われます。ねえ、すずはなさん。はい、どうしました。なんてお呼びしたらよろしいですか。みんなからは、結構下の名前で呼ばれていて、ゆうこりんとか、ゆうこちゃんとか、ゆうこちゃん好きなように呼んでください。さすがにちょっと呼び捨てなんか照れちゃうから。じゃあ、ゆうこりんって呼んでください。うわ、嬉しい。ありがとうございます。いやー、でも嬉しいですなー。だって嬉しいね。和楽器バンドだったら私も知ってますからね。本当ですか。もちろんですよ。嬉しい。千本桜とか本当にかっこいいじゃないですか。もう私も歌いますもん。あれ、本当ですか。歌ったことあるの。いや、いつも家で歌ってますよ。僕歌って歌って。歌って。いや、あのご本人お前ちょっと照れちゃいますけど、じゃちょっとだけですぞ。聞きたい。千本桜夜に紛れ、君の声も届かないよ。ここは宴鋼の檻、その段叩いて見下ろして。はい、もっと歌ってるよ。いやもう恥ずかしい。じゃあ続きはまた今度と。そう、また今度。すごい、絵描みたい。そんな風に言ってもらえると嬉しいですな。いや、じゃあ、もしよかったら、ゆうこりんの千本桜もちょっと聞きたいなーなんて思っちゃうんですよ。いいの、悪いな、よろしくお願いします。ぜひお願いしますよ。聞きたい。歌ってみます。あー、やったー。千本桜夜に紛れ、君の声も届かないよ。セイランの空あなた、その光線銃で撃ち抜いて。すごい。感動しました。すごい、すごいんだよ。ありがとう。ゆうこの拳もいいけど、やっぱりプロの拳は違う。わあ、もう私なんて足元にも及びませんよ。素晴らしかった。千本桜が見えたよ。いやー、もう今日ね、ガチャピンとムックね、私本当に子供の頃から大好きで、毎日のように見てたから、本当に会えるの嬉しかったし、事前にね、ツイッターでね、ムックがね、いいねしてくれた。ラブコール来たなって思ってました。お気づきでございましたか。僕たちがさ、女歌ったやつをさ、なんかね、ツイッターに上げてくれてたもんね。そうなんです、もう本当にガチャピンが歌ってるって思って、うちの和楽器バンドのメンバーは、みんなすごく喜んでて、ありがとう。それで僕はハートを返して差し上げたわけだね。そうなんですよ。いいですね。いいですよね。そういえばさ、今お歌を聴いてもこう拳が回ってる感じがするんだけど、そのルーツみたいなのあるの？実はね、詩吟っていうのを子供の頃からやったんだけど、詩吟って知ってる？詩吟知ってる。本当に？すごい。ほら、おテレビでさ、お
笑いの方がやってらしたの。ああ、なんとか主義ね。そう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 。あれなの？あれのようなものだよ。あれのようなもの。あのさ、本物聞いたことがないから、うん、ちょっとやってもらってもいい？あ、主義？うん。じゃあ、あの冒頭の部分を少しだけやってみます。うん、結構ね長いのやるとね2分間ぐらい全部なので、入り口の最初の一節だけやってみたいと思います。お願いします。お願いいたします。千里うぐいす泣いて緑くれないに音です。ね、そのさ、やっぱ拳くるってなるじゃん。なんかこうつってあるの、もう音できちゃった感じ。詩吟の大事なことは、まあ、とにかく大きな声をまっすぐ出すことからまずスタートするんです。うわーと。昔の日本の音楽はだいたい真似から入っていくことが多いので、じゃあ一緒にやってみましょう。やりたい、やりたい、やりたいです。まずはじゃあまっすぐ大きな声で、あーっとまっすぐ出すやってみましょうかね。せーの、あー。おー、これだけでも気持ちがいい。ねえ、ね、そしたら今度詩吟っぽい音程つけて、うん、あまだ歌ってみましょうか。分かった。じゃあ順番に、せーの、あー、上から、あー、すごい。楽しい。金曜日な感じですね。さすがだね、ガチャピンね。どうもすごい。いやいやいや。ねえ、これ自分でやろうと思ったの？あ、5歳の時に、うん、その時は、うん、私のお家がね、音楽教室なのね。習いに来ていた生徒さんが詩吟やってて、うん、遊びに行ったの。そしたら遊び感覚で楽しくて、そのままずっと続けることになったのかな。すごくご縁でしたね。そうだね。それが今の和楽器バンドにつながっていくってことか。そうね、続けておくといいことってあるなっていうのが今ですね。ガチャピンチャンネル。ねえねえ、何かお知らせがあるのでしょう、教えて。いいですか？ぜひぜひ。和楽器バンドのスターライトも入っている、4曲入りの EP というものがですね、これもタイトルがもうスターライトにしたんですけれども、6月9日にリリースになります。おー、楽しみやー。ありがとうございます。ドラマも見てるよ。あ、面白いよね。面白い。もうどうなるのか ね、 ね、楽しみ。職権を発動します。おはい、ということで、ライブとかあったら教えてください。遊びに行きたいので。あ、私も絶対行きます。行きます。今の予定はしてるから、うんと決まったらすぐお知らせさせてください。ありがとうございます。ありがとう。あ、そうだ、ちょっと待ってて、うん、あ、そうでした、そうでした。これ何？プレゼント、はい、どうぞ。ありがとう。ウェットティッシュ？そうそう。うわ、嬉しい。可愛い。この場面で使ってください。これじゃあ毎回ライブの時にも使わせてもらいます。あ、ありがとう。可愛い。これもメンバーに自慢しよう。前は僕一人で歌わせていただいたんですけど、うん、実は僕たち一緒にコラボして、ね、僕もピアノを弾いて、ゆうかりんと一緒にコラボをしておりますので、はい、そちらもぜひご覧ください。お願いします。お願いします。します。それじゃあまたね。バイバイ。バイバ
のグッズが発売中。概要欄をチェックしてくださいね。高速じゃんけんスタート。ワンツースリーパン。書いて、うん、私がお願いしますよ、書かせていただけるの嬉しい。ガチャピンのどこに書こうかな。好きなところに書いて、好きなところ、この辺とかも。これ誰書いたの？ちょっと聞かないで。じゃあ下のこの辺に書いて。あ、いいよ、センター。なかなか際どいところだ、ね、センターに書くで。いいよ、お願いします、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。